皆さんこんにちは、吉成です。先日からロドリゴ夫婦のことでちょっと動画を出させていただいてたんですけども、あれから数日経ったんですけども、このロドリゴの奥さんウェンも少しずつやっぱり良くなってきて、体の方は動けて料理も作れるぐらいになってきてます。それで皆さんからライブ配信の時の投げ銭、それとライブ配信を見た方で直接支援できないかっていう方もいて、その後いろいろやり取りさせていただいて、ロドリゴ夫婦にサポートや講演としてお渡ししたいというお話をいただきました。皆さんに一度感謝を述べて、こういう状況ですというお話をさせていただいて、あとロドリゴとロドリゴの奥さんもいろいろ助けてくれた人たちに感謝を述べたいと。ロドリゴなんか何でもみんなこんな助けてくれるんだって言ってるんですけども、この前スーパーチャットしてくれた方、全ての方まず本当にありがとうございました。で、そうしたお話させていただくと、次の日にも前にクラッチバッグとか作ったことある方がライブ配信の次の日の朝来ていただいたりだとか、その日のうちに課金するという話をしていただいて、もうロドリゴに直接送っていただくっていう形を取らさせていただいたんですけども、本当にありがとうございました。それでこれ以外にも見ていただけて心配するコメントいただけた方、本当にありがとうございます。 Big help for the comment also, right? Yes, yes, yes. Then I talk to you for inside problem we cannot fix, but for outside problem we can do something. Oh, I can do something for you. They also they can help.、Yeah. Then that's outside will penetrate to go inside. That's what I thinking. It's really really big help from outside, even from inside also, because from outside, knowing that many people are kind of concerned.It's kind of our feeling, especially her feeling, become more easy and then become become strong. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Palain po kayo. It's actually in English. Yeah, we just want to say thank you for all of those who helped us. Hopefully,本当にありがとうございました。すごい勇気づけられました、まあ、僕も本当に感動しましたし、ロドリゴたちはもっと勇気づけられたと思います。もうはい、はい、We didn't expect here. Thank you. Super thank you. はい。それと僕、まあ一つ、これはすごいデリケートな問題だったんですけども、実際今回ロドリゴのために動画としてお金を集めという形を取らさせていただきました。ただ、私腹を肥やすとかそういうことをしたいわけではなく、ライブの動画は別ですけども、ご冥福をお祈りしますっていう動画とかに広告とかをつけるつもりはありません。実際つけてないですし、もう別次元の話なので、そこら辺はご理解いただきたいと思います。間違いされることもあるかなと思って、今後はそういうことも伝えていきたいかなと思っています。あとは今日ここで、まあ、気持ち的にも区切りをつけさせていただいて、今後また先に向かってみんなでまたいい関係を作れればなと思っています。動画に関しても今までと同じような動画をこれからは上げさせていただきたいと思います。本当にご心配いただきありがとうございました。